岡田克也です。総理、ちょっとあの通告した順番を変えてですね、まず武力行使の一体化について、少し議論したいというふうに思っています。今回の閣議決定の中でこの武力行使の一体化、あまりここでも議論されてないものですから取り上げるんですけれども、従来は、現に戦闘行為が行われておらず、かつそこで実施されている活動の機関を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる、そういう地域に限って支援活動ができると、基本的にそういう考え方で、やってまいりました。で、今回は現に戦闘行為を行っている現場ではない場所では支援活動ができると、こういう中身であります。で、そこで法制局長官にお聞きしたいと思いますが、従来地域って言っていたのがですね、今回現場ということになっています。私はかなりこう狭い、現場っていうのは狭い概念かなと、地域と比べるとですね、相当狭い印象を受けるんですが、ここはいかがでしょうか。横畑内閣法制局長官。一般的なあの用語の意味内容として、あの現場よりも地域の方が広いものを指しているというふうに理解はしております。岡田克也君。私はかなり狭いという印象を受けるわけですが、もう一つ現にというのが最初に来ますね。この現にというのはこれどういう意味かということであります。例えばゲリラ的な攻撃が予想されている、そういう場所とか、あるいは断続的に戦闘行為が行われているそういう場所も、現に戦闘行為が行われていなければその間を縫って支援活動をすることが可能であると、そういうふうにも考えられますが、法制局長官、そういう解釈でいいんでしょうか。横畑内閣法制局長官。この一体化の考え方でございますけれども、ちょっと前提をご説明させていただきたいと思いますけれども、いわゆるその他国の武力の行使との一体化の考え方は、我が国が行う他国の軍隊に対する補給輸送等、それ自体は直接武力の行使を行う活動ではないが、他の者が行う武力の行使への関与の密接性などから、我が国も武力の行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るというものであり、そのような武力の行使と評価される活動を我が国が行うことは憲法第9条により許されないという考え方でありますが、これはいわば憲法上の判断に関する当然の事理を述べたものであると考えております。今般の閣議決定はそのような考え方を変えるものではございません。その前提を維持した上で、これまでは自衛隊が活動する範囲をおよそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切るという枠組みを採用していたわけですけれども、この点を見直しまして、我が国の支援活動の対象となる他国軍隊が現に戦闘行為を行っている現場、別の言い方、一般的に申し上げれば戦場と言っていいのかもしれませんけれども、もちろんその断続的、継続的、一時休止みたいなのがあるかもしれませんけれども、これは常識的な意味におきまして、現に戦闘行為を行っている現場では支援活動は実施しないと。これによって、一体化の問題は基本的に、回避できるであろうと。で、仮に状況変化によって我が国が支援活動を実施している場所が現に戦闘行為を行っている現場となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止または中断すると、そういう考え方によってもまさに他国の武力の行使との一体化の問題は回避することができるという整理をいたしまして、その考え方に従って法整備を進めるというものであると理解しております。岡田克也君。この支援活動をやっていて、そこが戦闘行為を行われる現場になったら急に支援活動をやめるというのは私現実的に可能なのかどうかですね。むしろそれぐらいなら最初からやってもらわない方がいいというぐらいの話ではないかというふうにも思いますが、いずれにしてもですね、現に戦闘行為を行っている現場ということで、かなり範囲を狭められたということですから、それだけ行動する自衛隊に対するリスクは高まったということは言えると思うんですね。で、先ほど来の海田代表の話ではありませんが、幸いにして今まで、こういった形で自衛隊の皆さんが
命を落とすということはなかった。しかし今後そのリスクは高まるということは言えると思うんですね。それはないとは絶対言えないというふうに思うんです。そこのところ総理どういうふうにお考えですか。当然そのリスクは高まるというふうにお考えだと思いますが、いかがですか。総理のお考えを聞きたいと思います。小野寺防衛庁長官、防衛大臣。自衛隊の件でございます。当然今後さまざまな任務を付与されるということになると思いますが、私どもとしては自衛隊の任務遂行にあたりまして、当該任務に従事する、これは任務をちゃんときちっと遂行するということは、例えば輸送業務やあるいはさまざまな補給業務に合わせて、当然その任務にあたる自衛官の安全を考慮するということも当然重要だと思っております。私どもとしては各幕僚の幹部の軍事的見地からの補佐を含めて、全体的にしっかりとしたこの任務が遂行できるかどうか、常にそのことを総合的に判断して対応していくことはもちろんのことだと思っております。委員長。岡田和也君。そのことは当然だし必要なことだと私も考えております。ただ総理の、今までのさまざまな国会での答弁やあるいは記者会見での答弁で、この自衛隊員に対するリスクが高まるということに対して一度もお答えになってないんですね。まともに一度もお答えになってないんですよ。違う答弁に常にですね、すり替えておられるわけです。だから私は一度総理の覚悟を聞いておきたんですよ。ここでやっぱりこのことはやっぱり自衛隊の皆さんに対して当然その生命のリスクを高めることであるということはきちっと認めた上で必要性について議論していかないと、そこを総理は答弁でいつも逃げられるのは私は非常にですね残念に思っているわけです。総理いかがですか。安倍内閣総理大臣。今回のですね、非戦闘地域と現場というこの議論については法制局長官から答弁をさせていただいたところでございますが、この一体化論の中でいわば一体化するかしないかというのは、これは憲法との関係において自衛隊がですねの活動を縛る議論でございまして、他方ですね、他方自衛隊員の安全を確保した上において自衛隊員を送るというのはこれは別の観点の問題であります。今私たちはすでにさまざまな PKO 活動等々を経験してきた結果ですね、もう一度これは再整理、およそ一体化をしないという範囲を大きく取っていたわけでありますが、これはもう少しこれ小さくしていってもですね、これは憲法との関係における一体化においてはそれはいいのだろうという解釈をしたわけであります。一方今岡田委員がしておられるのは自衛隊に対する危険性ということなんだろうとこのように思うわけでありますが、自衛隊においてはですね、まさに PKO 活動というのはこれは常に PKO 活動あるいは国際集団安全保障措置における後方支援の活動法においてですね、活動する場合ですね、これは PKO ではなくて集団安全保障措置の中における後方支援の活動の中においてですね、これは当然その中においてかつての非戦闘地域においてもこれは全く危険がないというわけではないわけでありますが、今回の現場とですね、今までの非戦闘地域の違いは基本的には現に戦闘は行われていないということでは同じでありますが、その活動期間中ずっと行われているかどうかということについてはこれはですね違うわけでありまして、しかし今までの議論の中でですね、その予測が果たして本当に可能かということについては相当議論があったのは事実であろうとこのように思うわけでありまして、我々はむしろその中で活動をしてきたわけでございますが、今回ですね、もう一度それを現状に合わせて今までの経験あるいはまた国会での議論を踏まえた上で整理をしたとこういうことでございまして、いかなる場所で活動する場合であっても、これまでと同様ですね、自衛隊部隊の安全を確保しつつ行うことは言うまでもないとこのように思うわけでありまして、これ憲法論理とは別の議論であるということは申し上げておきたいとこのように思うわけであります。そしてまたもしそうでないという状況になってすぐに帰れるかどうかというご議論でございますが、これ PKO 法においてもそれはそういう状況ではなくなればすぐに引き上げるということになっているということを申し上げておきたいと思います。岡田克也君。
今憲法論議とこう分けて言われたんですが、これは実質的には表裏一体だと思うんですね。ですから例えばイラクの例で言えば、イラク特措法の下で自衛隊はサマーに出ました。しかしこの考え方、新しい考え方に基づけば、私は場合によっては戦闘行為が行われていなければファルジャにだってバグダッドにだってその街中にだって行くということですよね。ですから当然リスクは高まるんですよ。そのリスクが高まるということを総理はきちっとお認めにならないと、いろいろ今言われましたけど関係ないことばかりじゃないですか。やっぱり自衛隊の皆さんに対してそういうリスクがあるけれども、だけどこういうことで必要なんだという説明を総理自らがすべきだということを言っているわけですよ。それなしにごまかして何か変わらないような言い方をされるのが私は非常に気になるんですね。私だって一体化の今までは少し安全を見すぎているというそういう考え方ありますよ。だから一体化について見直すことについて反対しているわけじゃありませんよ。だけどこんなに狭めててしまって本当に大丈夫なのか、私は心配ですし、それが心配ないというなら総理からそのことをきちっと説明してくださいよ。いかがですか。安倍内閣総理大臣。まずサマーでの活動はですね、これ後方支援ではなくて、復興支援であるということは、改めて申し上げておきたいと、このように思います。いやいや、その中においてですね、安全確保がなされているということでサマーに行ったわけであります。今、この解釈を変更したとしてもですね、あの時のファルージャは現にですね、現に戦闘行為を行っていたわけでありますから、ファルージャに行くということは当然考えられないわけでありまして、あそこではまさに、米軍の、戦闘部隊が戦闘行為を繰り返していたわけでありますから、そこに行くということはない、わけで、ありまして、どちらにしろですね、補給をする、水食料の補給するというのは、どちらにしろ、戦場に、そのまま持っていくということは、基本的にはこれを考えられない、わけで、ございまして、いわば、後方の地域にですね、後方地域にそれは持っていくわけで、ございます。つまりその戦闘活動に、一緒に、行動するオペレーションそのものに、入っているわけではなくて、まさに、補給等々を医療活動を、担当するわけで、ございます。例えば医療においてはそれは顕著だろうと、このように思うわけでございまして、その中において憲法との関係を整理をさせていただいたと、こういうことでございます。委員長。岡田克也君。私は自衛隊の皆さんのリスクが高まるということをきちんと認めた上で、その必要性について総理自らが国民の前で説明すべきだということを何度も聞いているわけですが、総理はお答えにならないわけですね。私もう一回午後聞きますが、これはやっぱりですね、かなりのことをやろうとしているんですよ。やっぱり現に戦闘行為を行っている現場以外はいいっていうことは、先ほど言ったみたいに断続的に戦闘行為が行われているところにも読み方によっては出せるっていうことですからね。でそういうことについてやっぱりきちんと説明しなきゃいけないということを申し上げているわけです。答弁されます。安倍内閣総理大臣。まず今、議論していることはですね、これは集団的自衛権の議論とは違うということはまず、申し上げておかないとですね、世の中で、誤解されるということがあってはならないと思います。これは集団的自衛権の議論ではなくて、集団安全保障における、後方支援の概念として、一体化論の中で今まで、非戦闘地域という概念を持っていたものをですね、戦闘現場という概念に、変えたと、いうことで、あります。それは今まで我々、それはこれ PKO 活動でありますから多少これは形は違いますが、そうしたものを、の経験の中においてですね、一体化論今までは少し広く取り過ぎていたという問題が一点と、でそしてこれはまさにどこが広いかといえば、これは、期間において今現代ではなくて先に対してもですね、先に対してもそれは、戦闘地域にならないということがですね、現在の中では果たしてそれが本当にあるのかどうかということは散々議論されてきたところであろうと思うわけでありまして、そこでむしろ憲法の概念としての整理、憲法との関係における整理としてですね、総理として整理をしてですね、これをいわば
将来にわたっての地域ではなくて現に戦闘が行われているところはいらないということでありますから、今岡田委員が指摘をされたように 現在戦闘行動をしているところに行くという危険というのはこれはないのは明確であろうと、こういうことを申し上げておきたいと思います。岡田克也君。いや、現に戦闘行為が行っているところに行くなんて私言ってませんよ。そういうふうに書いてないじゃないですか。それからもう一つ、総理、多分、勘違いしておられますが、この武力行使の一体化というのは集団安全保障だけじゃないです。例えば周辺事態法でも当然そういう議論しましたよね。ですから集団安全保障の話だけじゃないということは申し上げておきたいと思います。でそこで、それじゃあその集団安全保障についてですね、まず法制局長官にお聞きしたいと思いますが、その先ほど その新3条件、これを満たした場合のその国連の集団安全保障活動に自衛隊が参加をすることは、これは現行憲法上は可能であるというふうにお考えなんだろうと思うんですが、その点の確認であります。横部武内閣法制局長官。今回の新三要件の下で、憲法上一定の武力の行使を認めるという認められるということになるわけでございますけれども、その根拠は先ほどもお答えしたとおり、国際法上の正当事由といいますか根拠があるということによるものではなく、憲法自身の考え方によるものでございます。その意味でその新三要件の下で許される武力の行使につきまして、国際法上の違法性阻却事由がいずれであるかということは直接は関係がないということでございまして、仮にその途中で国際法上の根拠が切り替わったような場合におきましても、それによって憲法上の根拠が失われると、すなわち審査要件の下で許される武力の行使を中断しなければならないということにはならないというふうに返しております。委員長。岡田克也君。もうちょっと端的にお答えいただきたいんですよ。ですから国際法上あるいは国連憲章上違法性が阻害されている安保理決議に基づく、国連の例えば他国政軍への派遣とかあるいは国連軍への派遣と、こういうことがあった場合に、今までは日本は、それに参加をして武力行使をするということは、これは認めてこなかったということでありますけれども、それは憲法9条の制約があるということだったわけですけれども、今回、新3条件を満たせば、それは憲法9条の制約はなくなって、日本はそれに参加をすることが、新3条件を満たす限りは可能であるという、そういう考え方でいいですねということを聞いているわけです。横部武内閣法制局長官。法律上の整理は先ほどお答えしたとおりでございますが、そのご指摘 その国連安保理決議に基づきまして、例えば一定 その制裁措置のような武力の行使を伴 う活動が許容されるといたしましても、我が国がそれによってそれに直ちに三要件を満たすということによって、失礼しました、それに参加できるということになるわけではございませんで、あくまでもこの新三要件を満たす限りにおきまして、自衛の措置としての武力の行使が許されると、そういう関係にございますので、ご指摘のようなその安保理決議に基づく武力の行使を伴う活動に、そのまま参加できるということになるという関係ではないと理解しております。岡田克也君。私の聞いたことにちゃんと答えてないんですね。ですから新三条件を満たす場合の話を私はしているわけです。その時に憲法上の制約はないということになりますねということを言っているわけです。これ当然のことだと思いますが、どうなんですか。横畑内閣法制局長官。失礼いたしました。法理上はその通りでございます。岡田克也君。ここは太田大臣にちょっとお聞きしたいんですけれども、山口代表は記者会見の中で、集団安全保障措置についてですね、
憲法に合致したものは憲法に基づいて行うというのが政府の基本方針だ、まあ、今法制局長官が言われたようなことだと思うんですが、基本方針だとした上で、まあ、これを重視して今後も議論していきたいということで、はっきりとは記者会見で述べられなかったんですが、太田大臣はここいかがなんでしょうか。今の法制局長官と同じような考え方、つまり、まあ、憲法上は審査要件を満たせばですね、武力行使も含めて、正当なる国連憲章に基づく、その何て言いますか、国連決議がある行為について、法理上はそれは参加することが可能であると、まあ、そういう考え方でよろしいんでしょうか。太田国土交通大臣。あくまで、審査要件ということを厳密に、判断をしてということだと思います。安倍、内閣総理大臣。この、まあ、先ほど来、まあ、答弁させていただいておりますが、まあ、例えば個別的自衛権とですね、個別的自衛権を行使をしていて、そして国連決議があってですね、それが手段安全保障措置と変わった場合においてですね、今まで個別的自衛権として武力行使を行っていますが、そうなったら武力行使をやめるということは当然これはないわけでございまして、この場合は当然武力行使は続いていくと、いわばこれは我が国自体の場合ですね、これ審査要件においてもそれは当てはまっていくんだろうと、こういうことで、まあ、ございますが、しかし他方ですね、その、まあ、イラク戦争とか先ほどから申し上げておりますように、湾岸戦争等々のものをケースにおいてですね、武力行使を目的としたですね、武力行使を目的とした戦闘に参加することはですね、これは三要件から言ってですね、それは当てはまらないと我々は考えているところでございます。岡田克也君。まあ、ですから私は抽象的に三要件を満たす場合にはということで議論していて、まあ、そこは総理も否定されていないというふうに思うわけですね。まあ、ここはただ最初は総理は懇談会の結論、まあ、そもそも憲法の制約はないんだと、集団安全保障についてはですね、まあ、それをこう退けられた、まあ、それだけ見ていると何か集団的自衛権に参加することはおよそ否定されているように私は思ったわけですけれども、集団安全保障ですね、集団安全保障に参加することはおよそ否定されているように思ったんですが、どうもいろんな議論をしていく中で、最初に集団的自衛権や集団的個別的自衛権があった場合に国連決議があったりしたときに説明できなくなるということも多分あったんだと思いますけれども、まあ、審査要件を満たす限りは正当なる集団安全保障にはこれは参加できると、まあ、そういうふうに変わったんだと思うんですね。そこは確認ですけれども。安倍内閣総理大臣。そこのところについてはですね、まあ、基本的に、私が申し上げてきておりますのは、武力行使を目的として、戦闘に参加することはないということでございますが、まあ、例えばこれは、空爆をしたりですね、軍隊を送って、戦闘行為を行うということはない、わけで、ございますが、しかし、まあ、例として例えばですね、まあ機雷を敷設された場合の総会、これは国際法上は武力の行使に当たるわけでございますが、このように自動的、限定的なものについてはですね、これはいわば三要件の中に当てはまる可能性があると、こう考えているわけでございますが、いわば武力行使を目的として戦闘行為そのものに参加をするということについては、これは当然行うことはできないと考えているところでございます。岡田克也君。総理、機雷を除去することも戦闘行為の一部ですよ、これは。武力行使ですからね。ですから、総理、たびたび、今日もおっしゃったんだけれども、イラク戦争や湾岸戦争、まあ、参加するようなことは、参加して武力行使すること、戦闘行為に参加することはありませんと、何度も何度も言っておられるんだけれども、しかし、法理上はそれは可能だということじゃないですか。そこは非常にまた誤解を招いてるんですよ、国民の。いや、それはやっぱり、機雷除去という、まあ、そういう限られた行動だと総理はおっしゃるかもしれないけれども、法律上はもっと広く可能だと、しかし3条件には満たしていなければいけないと、まあ、こういうふうに正確に言うべきじゃないですか、何かそういったイラク戦争や湾岸戦争には参加しませんと、戦闘行為には参加しませんというふうに言い切ってるのは、私は非常に誤解を招いてると思いますよ、いかがですか。安倍
内閣総理大臣、重ねて説明させていただきますと、基本的にこの三要件によって判断をするわけであります。この三要件の中においてですね、当てはまるものもあれば当てはまらないものがあるわけでありますが、その中において当てはまらないものとして、いわば武力行使を目的として戦闘に参加することはないという中において、湾岸戦争やイラク戦争、あるいは、そうしたアフガンでの戦い等々ですね、これは手段安全保障措置もあれば手段的自衛権も、混じっておりますが、この中においてですね、いわば部隊を送って、基地を攻撃をするとか戦闘行為をそのままするとかいうことはないわけでございますが、他方ですね、機雷敷設につきましてはですね、これについてはいわば自動的そして限定的なものであり、いわばこの機雷敷設からですね、戦闘行為に発展したということは事実ないわけでございまして、実際にですね、実際に機雷の敷設され、そしてそれを除去していく上においては、それが遺棄機雷となればですね、これは危険物の除去になるわけでございますが、しかしどこかの国がやらなければですね、例えばホルムズ海峡を8割の原油が通って日本にやってくるわけでありますから、これを掃海することができないわけでありますが、しかし実際にこの掃海をする船自体はですね、木でできていたり、あるいは強化プラスチックでできているものでありまして、戦闘そのものを目的としているわけではありませんから、当然それがそうした船がですね、掃海艇が活動できることはかなり限られるわけではございますが、そういう中においても、しかしこの体制としてはシームレスなものにしていく必要があるだろうということで、我々は今議論をしているところでございます。議長、岡田克也君。かつて湾岸戦争の時、これは行き嫌いだったんですけれども、総会艇出したことがありましたが、その時総会艇だけ出したんですか。当然護衛艦出してますよね。ですから先ほどの湾岸ペルシャ湾の話ですけれども、いや、そういった集団安全保障の中で、総会艇出して、そしてどっかの国が意図を持って設置をした機雷を除去をすると、これも戦闘行為ですね、お互いね。したがってそれに対して妨害をする、そんな除去されてはたまらないということで妨害をする、あるいは攻撃をするということは起こりうる。当然自衛隊の護衛艦もそれに対して、それを放っておいたら、それは攻撃を受けるわけですから、それに対して一定の範囲で、応戦もしなきゃいけない。つまり戦闘行為になる可能性というのはそれは絶対ないとは言えないんじゃないですか。ですから嫌いの総会だけ捉えて、いやこういうことだからこれは別だと、いわば戦闘行為を2つに分けてですね、勝手に分けてこっちはいいけどこっちはダメだみたいな話というのは私はよくわからないんですよ。小野寺防衛大臣。事実関係のみ総会手は出しておりますが、護衛艦は出しておりません。安倍内閣総理大臣。つまり行き嫌いの状況でありますから、今答弁させていただきましたように総会母艦とですね、給油艦のみを出して行っているということであります。そして実際ですね、実際そこで戦闘あるいは攻撃を受けるような可能性があるところにおいてはですね、総会活動というのはほとんどできないわけでございまして、私の地元下関の吉見というところに総会艇の基地があるわけでありまして、その訓練等も見たわけでございます。これ非常に繊細な作業を行うわけでございます。つまりしかし法的にはですね、法的には戦闘状況が続いている中に、法的にはいわば戦闘状況が完全に終わっていないという中においてですね、行き嫌いとこれは言えないという状況があるかもしれないわけでありまして、そこで安全が確保された際にはそれを総会を行う。でもしかしこれは国際法上は武力行使になるわけでありますが、これは極めて受動的なものであり、そしてこれはですね、限定的なものとなるわけでありまして、でそこでまさにそこにですね、攻撃が行われるという状況の中においては総会というのはそもそもなかなかこれを現在はですね、行えないというふうに我々は考えているところでございます。岡田克也君。ご迷惑ほど終わりますけれども、たびたび総理はですからイラク戦争や湾岸戦争のような、そういうところに行って戦闘行為をするようなことはしないとおっしゃるが、しかし今総理ご自身もお認めになったように機雷の掃海というそういう武力行使はやるありうると
ということですから、まあ、そこは非常にここもですね、国民に対してちゃんと説明していないと私は思いますよ。そのことだけご指摘申し上げて、あとは午後にしたいと思います。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。